スタートしました。12頭揃って飛び出しました。横一線になりました。スタンド前、何が行きますか。ポップコーンがじわっと行きます。ダークライ。外からは11番の銀河セブン、マルヨチャイナも前に来ました。竜のボーイは先段各馬を見ながら、それからゲンパチオブラブ、後ろにはフラットリア、セイントネイティブ、その後に3番コンバットジェット、10番のノーブルブラッド、内からはセイントフォース、並んでいったナムラタイフーン。第1コーナーのカーブに入っています。1コーナー回った4番ポップコーンが先手を取りました。船橋からの参戦馬、6番のダークライが2番手を進んで2コーナーのカーブに入っていきます。その後3番手は2番の竜のボーイ、インコースを進んで11番銀河セブン、後ろには12番のマルヨチャイナ、後ろは7馬身から8馬身と離れて8番のゲンパチオブラブが追走、3番コンバットジェット、内から7番セイントフォースが上がっていきます。1番のセイントネイティブ、外からはナムラタイフーン、釣れるように10番のノーウルブラッド上がって、最高方角番フラットリアに変わりました。各馬はこれから第3コーナーのカーブに入ります。14、5馬身の隊列で第3コーナーカーブ、残り600を切りました。4番ポップコーン、リードが2馬身です。2番の竜のボーイが2番手に上がりました。ダークライが3番手、8枠2頭銀河セブン、マルヨチャイナが3番手に接近していきます。後ろに7番のセイントフォース、400を通過して4コーナーのカーブ、これから直線コースに向きます。4番ポップコーン、1馬身のリードがある。外から並んで2番の竜のボーイ、この2頭後続に2馬身のリード、12番のマルヨチャイナが3番手から2番手に上がろうとしている。2番の竜のボーイが抜け出した。リードが2馬身。4番ポップコーンが2番手粘れるかどうか。マルヨチャイナが迫ってくる。大外からは7番のセイントフォースも2番手争いに加わる。竜のボーイ五輪。2着は12番マルヨチャイナが上がったようです。内でポップコーン、セイントフォースが続いています。